各都道府県が国として独立し数十年、県外からの違法入県者が増加していた。そのため宮崎県では県民検査局を設立し、我々エージェントが管理対応を行っている。これが明日の調査地区だ。ありがとう。ああ、これは読めるぞ。別府だろ。全然違うぞ。え、別府以外知らん。これの読み方普通に読んでも別府だろ。逆に何あんねん。わからんわからん。じゃあなんて読むんだ。ビューって読むらしい。ビュー、なんじゃそりゃ。知らん。とりあえず移動するぞ。ああ。ラーレフト、あいつ、あんた待ちな。この殺気ただもんじゃねえな。あんた何者だ。答える義理はない。なら力ずくでも答えてもらおうか。ザコ、という報告がありました。なぜ黙っていた。だから今こうやって説明を。なぜ奴が脱獄したことを黙っていたのかと聞いているんだ。しかも今宮崎にいる。どうなってるんだ。彼の脱獄には協力者がいました。いえ、その者が脱獄させたのかもしれません。何？私はその協力者が。襲撃に関係していると考えています。だから言わなかったとでも言うのか。君の記憶は悪く言えば爆弾です。私が助けるよりも前のことは君ですら知らない。抱えているものがわからない以上は君にショックを与えるわけにはいかなかったんです。はい、こちら局長。そうですか、わかりました。彼が来たそうです。迎え撃つ。彼の名前は日の掛仁。双子の報告ではあの時持っていなかった詳細不明のスキルを保持している模様。刀を抜いていないのに切られたとかなんとか、目的も分かっていません。十分に注意してください。久しぶりだな、検査官。脱獄までして何をしに来たんだ。息子にもう一度会うためだ。邪魔をするな今度こそ切る。ならもう一度問おう。貴様宮崎県民か。聞くまでもないだろう。青島などにある全国的に珍しいポストの色は。来いよ。黄色だ、覚えておけ。刀を抜く素振りすらなかった。随分といいスキルを手に入れたようだな。ああ、前に入ったものは全て切ることができる。まあ一種のバリアみたいなもんだな。そんな武器じゃ俺には勝てないぞ。いい加減諦めたらどうだ。どうすれば勝った。あんたは上で宮崎県民じゃないと見なされた。そんなあんた今日は朗報。もう一度チャンスを与えるっす。なんだよここは。てげてげの意味は。え、いや改めて聞かれると難しいな。なんか適当。コングラチュレーション、いい宮崎ライフを。ちぇ、あれケイさんどうしたんすか。あいつ上に出してくれ。あいつ、あいつっすね。了解っす。そろそろ決着をつけようか。痛いなぁ。いきなり何するんだよ。誰だ貴様は。貴様のスキルは目に見えないほどのスピードで範囲内の物質を全て切ることができる。まあこんなとこだろう。刀がなければ何もできないな。見事だ。
あんたは上で宮崎県民じゃないとみなされた。これはある人の受け売りっすけど、俺らと一緒に宮崎県を守ってみないっすか。君は本来悪い人間ではないはずです。病気の体を引きずって自分の子供のために動くことができるのですから。君を脱獄させた者の情報を渡してくれれば、あなたの願いはできるだけ叶えます。たかし、父さん間違ってたのかもな。全てを話そう。あ、その前にちょっとこの人連れて行きたいとこあるんですけど。いいでしょう。あとのことはジェイ、君に任せます。ドクター、ちょっと見てもらいたい人がいるんですけど。あ、最近多くないか、お前といい、あの双子といい。まあまあそう言わないで。この人病気なんですけど、どうにか治らないですかね。どんなにいい医者でも無理だ。末期だぞ。ああ、よくもまあここまで放置したもんだよ。まあ時間はかかるけど治せんこともない。本当か、よかったっすね。あ、お前その刀。ああ、先祖代々受け継がれてきたものだ。今じゃ折れて使い物にはならないかな。そうか、まあいい。すぐにでも治療を始めるぞ。覚悟はいいかい。よろしく頼む。いいね。宮崎県を愛する我々の仕事は続いていく。あ、これ出番これだけです。LR 兄弟、レフト、ブランカップです。ここで豆知識。セリフが少ない順に撮影をしているぞ。だからなんだっていう感じなんですね。という報告がありました。という報告がありました。なんかいつもね、キャラもいつも忘れちゃうんだよ。どういう感じで言ってたっけな。という報告がありました。彼の毒、彼の脱獄。靴下脱ごう。回していてくっそ滑った。わちゃ燃やしてにじり切ったらなんか濃いかなと思ったけど全然ちぎれんわ。プラスチックをハサミで切るってなかなかやな。濃い、結構濃い。ライトみたいな、ライトみたいなの出てきた。何これ、あれ光るやつだったのこれ。知らなかったんだけど。さあ、今回なんと新キャラです。前回一応話には出てきましたけど、まだ出てきてなかったドクターというキャラですね。なんかちょっとやっぱやめようかな。愛車っぽい。これつけたらいいしょ。じゃあラスト。あ、ここで最後の豆知識。撮影順がいつも J が最後なのは髪型が崩れるからだぞ。終了。 J、 今回出番少ない。なぜなら過去編をやったから。ということで、宮崎県民検査場第5話ですかね、ありがとうございました。ちょっと思ったことがあってですね、1ヶ月に1回更新してるじゃないですか、このストーリーを。進まなすぎじゃねと思っちゃったんで、4月からは、2本できれば出していきたいなとは思っております。今年いっぱいはもうこのストーリーやっていこうって思ってたんですけども、ちょっと終わりが早くなっちゃうかもしれません。そこに関してはごめんなさい。いや、だっていろいろさ、俺的にはすっごい伏線とか残してるつもりなのに全然回収されんし、伏線ばっかり残っていく。宮崎をね、絡みつつどんどん面白いものを作れればいいなと、思っておりますので、これからもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。カートの野郎がやられた。そうですか。久しぶりだな、ボス。ああ、メディオさん来てくれたんですね。そろそろ俺が必要なんじゃないか。そうだな、招集するか、奴ら。ええ、
宮崎は絶対に私の手で